わわわわわ、せっかくのお城が。え、でも100年抑え続けたってことだよね、多分おおよそ。リンクが100年眠ったってことは。うわ、いや結局降りるんかーい。え、なんか想像してたガノンと違う。いや、もっと獣っぽい感じかと思ってたけど、本当にあれなんだな、神獣のところで戦ったやつらみたいな雲だな。いや違うな、なんだこれ、アリかモチーフ。うわー、あ、でもちゃんとガノンドルフのあのあれあるんじゃん、あの赤いハイラル城に救う厄災ガノン。え、でもガノンと戦う時にさ、みんな助けてくれるって言ったよね、みんな、みんな。あ、言っとくけど君のためじゃないよ、僕はガノンに借りを返したいだけだからね。え、よかった、見捨てられたかと思った、間開けすぎて。ミファー見るだけで涙出る。行くぜ相棒。おお、行こうぜ。こいつを喰らいだガノン。マッチ。派手に行くとしようかね。お姫様、もうちょっとの辛抱だよ。いや、ちゃんとゼルダ生きててくれよ。じゃないとこの物語は完結しない。うおお、すごい。うわ、しかも、え、このまま倒してくれてもいいよ。全然倒、まあですよね。すいません、ちょっと甘いこと言って。正直倒してくれるんじゃないかとすら思ってました。やろうじゃねえか。やったろうじゃねえか。あ、ちょっとあれだね、古代兵装みたいなのついてるね。まあ、ここで抜くのはマスターソードだよな。はいはいはい。おっとっとっとおっと、これ頭狙えばいいのか。なんだって、もうダルケルいないと、もう暗いすぎてやばそう。すっ、なるほど、ちゃんと避けないとね。こうだ、こうだ、ちょっと早いか。お、これ狙えばいい？オッケー。ダメだったん。意味なかったん。あれは跳ね返さないといけないのかな。お、浅い。でもしっかりもう弓矢使ってこ。あ、なんだ？登ってった。あ、行ってこい。あれ、行ってこい。いや、意味ないな、これ。逃げた方がいいな。ほう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 。あー、風を使ってくる、風を使ってくる。これ正直ダルケル溜まるまで逃げまくって、ダルケルでカウンター取ってみたいな。あ、これこれ、これさ、そうだ、よし、ほい。これはね、あの動画のコメント欄見ました。あの一番最初のあたりのコメント欄見たときに、アイスメーカーでぶっ壊せるよって書いてあって、ってなったやつだね。みんなの力すらもこいつにぶつけていく。これさ、あー、跳ね返した方が良さそうだな。で、離れたらもう弓矢でバチボコに、ここまでために貯めた弓を、で、これは落ち着いて跳ね返す。あーあー、待って、弓が装備されてなかった。ほい、あ、なんだ、ラッシュいけるじゃん。おおお、ナイスナイスナイス。いや、こいつ勝った。ここ避けた、避けてねえのか今の。
もう一回来いよ。逃げんじゃねえよ。ここらへん、ここらへん。お、違うな、今頭でひるんだかと思ったけど。え、ダッシュ判定早くね。おお、ナイスナイスナイス。おおおおおおお、あっち、なんだ炎。これはしっかり返す。ここ完璧、よっしょー。でこれ多分、あれ全然当たんねえ。殴れ殴れ、練習したからな。来いよ、何してきてもいいぜ。離れてる間は、あ、弓は意味ないっぽいな。ここ、あん、失敗した。いや、ハイリアの盾もったいない症候群の話していい？てか、みんなの装備使ってねえじゃん、なんも。まあ、いっか。来いよ。ちょっと早い。あ、大丈夫か。オッケー。これでひるんで、頭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 。うわ、頭、頭、頭。来い、来いや。すっ。すっ。ラッシュ出ないか。あ、オッケー、オッケー。ちょっと離れた方がいいな。あ、ミスったん。この時のための料理、マックス果実のキノコは、ここ完璧で、頭頭頭頭頭、あれやっちゃった。え、まあさすがにこんな弱いわけはないんで、ここから羽が生えて手が100本ぐらいになって、そのまま空を飛びながら全てのガーディアンの力を吸収して、究極最大超大型巨人みたいな感じになって第2戦が始まりますと。いや、ここからこの血液が凝固していってみたいな感じになるんじゃないかなと。まあそうじゃないとあまりにも、いや、え、嘘、嘘でしょ、え、嘘でしょ、え、嘘でしょ、ほんし、やったか、あ、やったか、いや、あ、ゼルダ、ゼルダか。え、そしてリンクは星になっ、お、はい、ガノ、うわ、ガノ、遥か古代に生まれ、幾度滅ぼされようと復活を繰り返す憎悪と怨念の攻撃、復活を諦めない盲年から暴走した姿、世に放てば100年前を超える悲劇となるでしょう。わおわおわお、憎悪と怨念のゴンゲ、魔王、魔獣ガノン。いや、そうだよな、さすがにあれで終わっちゃう。それは魔を打ち払う光の弓矢、あなたに託します。何これ、今あなたがどれだけの力と記憶を取り戻せているか、私には分かりません。アンソニー。でも私はあなた、あなたの勇気を信じています。分かった。やってやろう。これ取ればいいの？何？光の。威力やば。あ、使わないっていう選択肢もあるんだ。で、どうすりゃいい？なんだ？おお。ガノンは全身を怨念で覆っています。オッケー、了解。このままではどんな攻撃も受け付けないでしょう。了解です。どうすればいい？ゼルダ。私が怨念を抑えます。わかった。力を返せ。
立っているところを見抜いてください。了解、任せた、ゼルダ。ああ、ゼルダも頼むよ。どこですか、光ってるとこ。光を見抜いてください。おお、ここ、ここ馬に乗りながらむずいな。ほいほい、オッケー。あとあっち、持ちそうに。いや、持つ、ま、任せて。オッケー、どうだ、これでいいか。ガノンの力が弱まって。オッケーオッケーオッケー、任せるよ。ってことは次多分逆だろ。俺にはゼルダの考えてることが分かる。次はこっちだろ。違うわ、全然分かってなかった。これ矢は無限かな。頑張れアンソニー。よしよしよし、いい子だ。今のうちです。了解。次、ここダメだった。もう一回。あー、アンソニー、アンソニー、もういいや。急いで。オッケー。あ、アンソニー、アンソニー、ガノン苦しんでいます。オッケー、よしよし、ごめんな、ぶつけちゃって。さーて、次は、てかあれだな、魔獣ガノンの体力普通に減ってるな。じゃあ、あとこれを何回か繰り返せばいけてしまうということ。これ上手いなかったら、あっ、おー、で、リンク、今です、今です。どこ、ケツだ。間に合うか。じゃあ、いける。俺とアンソニーなら、ケツじゃねえ、腹だ。オッケー。あと少しで、あと少しでガノンを。あと少し。え、うおー、まがまがし。リンク、見てください。ガノンの頭上を。ガノンの頭上？光ってる。あそこ狙えるのか。それがガノンの中枢です。リンク、あなたに全てを託します。でも目開い、まずい。アンソニー走れー。よしよしよし、いい子だ。目が開いてた、ここ。うーん、タイミング、もう一回来いよ。ここ、ここ。うわー、やばい。アンソニー、走れー。ガノンの攻撃を利用してください。ここ、めっちゃ閉じるな。ガノンの攻撃弾かないといけない。あ、開いた。今なんだ、なんか違うんだな、これ多分。もう一回、開けごま、開けごま。このブーンが来た瞬間に開いてんだよね。おい、でもなんか矢を撃つと、ちょっと待って、矢を撃つとさ、あれ閉じるんだけど、なんだ、ガノンの口の中にぶち込むとか。違うな。え、ゼルダー、ゼルダー、あのね、分かんない。リンク、気流を使って。あ、気流を使って、はい、気流使う。お、こういうこと？いった？お、気流使っているよ。ゼルダ、ゼルダ、気流使ってる。どういうこと？
ただでさえ今ね、オッケーどういうことどういうことあーなんだゼルダすごい、100年前から全然老けてない。俺がハイラル王家の力、封印してもでもまた1万年後とかに生き返るんだよね。ゼルド、お前封印の力を、城の周り回ってたやつ、危ない。あ、トライフォースだ。いけたんだ。あ、終わった。いけたんだ、ゼルダ封印できるようになったんだ。そして空が、私はずっと見守ってきました、あなたの運命も苦難も戦いも。だから私信じていました、あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれると。絶対泣かない、絶対泣かない。ありがとうリンク、ハイラルの勇者、私を覚えていますか？わあ、曲よ。ということで、わあ、なんか君の名はみたいな、いや君の名はより泣いたわ。いやーよかったっすよー。ということで、ちょっと一瞬鼻かみます、鼻かみミュート。皆さん、本当にここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、もともとはナンバリングシリーズ初めて挑戦してみようとやり始めたのがブレスオブザワイルドだったんですけどね。まあ、やっぱり出たのが2017年とかというところもあったりとか、まあ、あとはちょっと自分の身の回りが忙しかったりとか、もろもろありましたが、結果このガノンを倒すまでの間にちょっとね間を空けてしまうところもありましたが、まずは一旦ガノン討伐ということでいいでしょうか。まあちょっとね、これはね、ツイッターの DM に来ていて知ってしまったことだったんですけど、写し絵をすべて撮った後になんかガノンを討伐すると
またちょっと違うエンディングがありますよ、というふうにね、いうのは聞いていたので、今回のこのプレイに関しては、あえて、そう、映し絵をすべて、撮らずに、まずは一旦エンディングを迎えてみようという第1回になりました。で、まあ、一応ね、次のゼルダの伝説に関しては、まあ、5月にね、新作が来ますよっていう、新作なのかどうかもよくわかってないんですけど、これのブレワイの続きなのか、完全新作なのかよくわかってないところではありますが、それもね、やっていきます。ただ、まだまだね、ちょっとブレワイやり残していることとかも多いと思いますので、まあ、一応、ガノン討伐は、このシャープなんぼですか ?45 ぐらいになってるかな。にはなりますが、まあこの後もね、まあぼちぼちと何かしらやっていきたい。いや、ここミファーの曲か。こういうエンディングいいな。なんか一個の曲でまとめるんじゃなくて、わあ、なんだっけあいつ、ヤマニンゼファーじゃなくて、なんだっけ、もう忘れちゃったよ王子の名前。もうミファーしか覚えてねえよ。まあちょっとここまでプレイしてきたブレワイの感想をね、少し話していきたいところなんですが、まあ一旦ね、シャープ34か5ぐらいでストップしてしまったので、もう一回動画を撮る前にですね、見ました、1からそこまでストーリーをこうまた見返してきて、ああそういえばこういうとこカットしたなとか、こういうストーリーだったなとかっていうところも、まあ踏まえて全部見てきたんですが、やっぱね、このミファーのところが一番やばかった。なんだろう、何がこの英傑たちの感動の差を生んでしまったんだろうっていうのがちょっと思うところではありますね。正直ミファーのところマジで泣いて、しばらく、まあ今でもなんだけど、なんかあのミファーの最後のところとか見てると、うわーってなるのは、やっぱちょっとゼルダじゃないな、リンクへのやっぱ恋心とかもあったけど、それをなんか、抑え込んでいたっていうところとか、やっぱりもろもろ、なんかリアルに近い、ゲームの中ではある、こういう世界観ではあるけど、そういうところをリアルに近い心情を持てる、感情移入できるっていうところからだったんでしょうか。ね、今ここを流れてるウルボザのところに関しては、いやもう本当にいい姉ちゃんとしかやっぱり思わなかったし、ね、ダルケルのところも、うわー、こうやってなんか俺のこと相棒って呼んでくれる人いたらめっちゃ熱いだろうなとか、まあそういうふうには思うところはあったんですけど、やっぱね、あいつがね、俺は最初から最後まで好きにはなれなかったですね。あーって言ってたら来たね。リーバルね。いや確かにリーバルトルネードはむちゃくちゃ便利だし、このリトのっていうかリーバルのか、この専用 BGM っていうのも正直むちゃくちゃいい。曲の良さで言ったら、この曲がブレワイを通して聴いてきた中で、まあ一番好きって言ってもいいぐらいのやつですね。わ、手羽先チャンネルね、懐かしいわ。いやそういうとこもあるけど、むしろどうですか皆さん、ここまで結構やっぱブレワイのコメント欄とか見た感じ、ブレワイを昔にねクリアしたことがあるっていう人がすげえ多いなっていう風に思ったんですよ。まあ、一度クリアしたゲームをこうやって最後まで見てくれてるのは本当に感謝しかないんですけども。リーバル好きな人います？で、最初はなんかその、ツンデレキャラみたいなのかな、なんか、感情あんまり素直に出せないタイプなのかなっていう目で見てたけど、単純にやっぱり、その大魔の剣に選ばれたっていう主人公に対する嫉妬心があまりにも全面的に出すぎてて、僕はどうにもね、彼を好きにはなれませんでした。あの、写し絵のムービーの中でも、なんかね、リンクに対して舌打ちしてるシーンとか、
まあ、1個目の写し絵のところとかもね、なんか姫様のあいつに対する感情にだけは自分も同意できるみたいなこととか言ってて、ちょっとなんか次もしゼロからプレイすることあったら、おー全然集中もせずにペペペッと飛ばしちゃいそうな感じがしてます。まあそれも踏まえてね、リーバルこういうところマジで愛おしいんだよってあったらちょっとコメントで教えてください。今俺の視界はすごい狭くなってて、リーバル嫌なやつしかね見えてないんで、そういうとこも教えていただければというふうに思いますね。あーまあハイラル王もね、最初チュートリアル仙人として現れました。そしてゼルダ、これは生きてる、生きてるのよね。なんか他のさ、なんだっけ、英傑たちは100年前やられてしまったっていう表現もしてたし、敵倒した後に出てきた時もなんか周りにこう勾玉みたいな感じで精神体だよって伝える描写があったけど、ゼルダに関してはなかったから、生きてるんだよね。ということで2017年、いや、こんなすげえゲームが2017年に出てたのかよ。ちょうど YouTube 始めた時だね、ブレワイが出たのって。あ、いや生きてるよね、よかった。え、うわ、王様？あ、みんなもいる。そうだよな。あ。マキ細か。なるほど。なんか切ない終わり方だね。これを写し絵撮ることで、あれかな、英傑と王様が最後の言葉残してくれるとか、そういう感じかな。あ、帰ってきた。そう、あとこれもやりたいんですよね、エキスパンションパスっていうので。あ、そうなの、これ第2弾の方、4人の英傑の物語、マジ泣くぞまた。あ、分かった、なるほど、これでもしかしたら俺リーバルのこと好きになれるのかもしれない。で、まあ第1弾が剣の試練、マスターモード、足跡モード、ワープマーカー、コログのお面、宝探しで見つける装備8点。なんかライネル描かれてるから、めっちゃ強化された体力1万のライネル出てくるとか、そういう感じかな。これもちょっとやっていこうと思います。はい、クリア後まず何をやっていくかっていうとこなんですけど、本当に行ってないところをまずは一旦ぐるっと回ってみたいなっていうところで、この南の方ですね、この辺りをほとんどちゃんと探索してないわけです。このウオトリー村とかは行ったりしたけど、この辺りとか全然行ってないし、なんならここも行ってないしっていうのもあるので、ちょっと南側のね探索が甘すぎる。この辺りこの辺り全部行ってないんですよね。このなんかジャングルみたいなとことか、もうなんかこの辺りをまずはまるっと探検していきたいっていうとこで、こっから行くか、端っこから行きましょう。